和の空間に配置されたレース編みの糸を使った作品。作ったのは美術作家平川渚さん44歳です。明治2年1869年創業で、五月のぼりや大漁旗などを制作している亀崎線香とコラボした展示イベント、空間を染色するを開いています。平川さんは6年前に夫の出身地市菊式野市に移り住み、子育てをしながら作品を作り、県内外で活躍していますが、地元での作品展示は初めてです。会場ではコラボ作品として五色に染められたタペストリーも展示されています。一緒にここの空間のために作品を作ったっていう、そのちょっと新しい取り組みをお互いにできたので、ちょっと新しいものが見ていただけるんじゃないかなと思います。まあ、出来上がったら想像以上になんか面白い作品ができたなっていう、2人で作り込んだものですので、そこをぜひ楽しんでいただけたらと思います。空間を染色するは来月3日日曜日まで、市菊式野市朝日町の亀染屋で開かれています。